これは日記帳か、何か手がかりがあるかもしれない、読んでみよう。あるか丸月丸日、最近我が校で多発している事件、校内暴力、自殺、精神錯乱、どれも原因が不明である。思春期における精神の不安定さがもたらした偶発的なものとして外には発表している。あ、事件の謎、それもいつまで持つか。このままではせっかく高めた学校の看板に傷がついてしまう。あ、そんないい学校なのか。いや、学校の看板なんかどうでもいい。私の経歴に汚点がつくことが何よりも許しがたい。まあそうだろうな。まあ、なんて悪いやつなんだっていうとこだけど、実際そうだと思うよ。まあ実際そうよな。いや、自分のせいで、ね、名落ちたら、いや、ま、やっぱね、校長には守る家族があるわけだし、ひまりは校長のことを、ひまりだけは味方でいるぜ。とりあえず、問題を解決するにあたり、この学校のこといろいろ調べてみようと思う。今考えると、校長として着任した時に与えられた情報には、不自然な部分が多々あった気がする。でも、この日記を置いとくの、バカだよな、こいつ。やっぱバカだわ。もしかすると、私の知らない何かがこの学校にはあるのかもしれない。丸月バツ日、私の思った通り、ここには秘密があったのだ。校長かける暇停滞。やだな、こいつとは。こんなバカ野郎とよ。どうやら先日、この場所には何かの研究施設があった。